ケーニヒスベルク級巡洋艦、ケージュミオケーニヒスベルク級、ケージュミオは、ドイツ海軍のケージュミオの艦級で、ケーニヒスベルク、カールスルーエ、ケルンの計算席が建造された。本級は一番艦の艦名にちなんで、ケーニヒスベルク級と呼ばれるが、いずれの艦も、ケで始まる艦名を選んで名付けられたので、ケーキュとも呼称される。前型である、軽巡ジュミ エムデンに引き続き、1924年度海軍計画において、仮称艦名 B、C、D として3隻の建造が議会で承認された。本級は、ベルサイユ条約でドイツに課された巡洋艦の排水量制限枠である6000トンを守るために、数多くの新技術が投入された。軽量化に、船体設計の重点を置いており、艦上構造物の材質には、 高価な警合金を多用し、船体の建造方法も当時の主流である、リベット止めではなく、最新技術の電気溶接を採用し、船体の85%が電気溶接で組み立てられた。手法は防御力とか力を向上しつつも、武装重量を軽量化すべく新設計の3、連装砲塔を採用して3機軽球門を装備、したが、前方に1機を配置。 後方に2機が配置された。ドイツ巡洋艦史上、前例のないこの配置は、艦の排水量を縮小する他に撤退時の後方火力を優先したためであった。艦の火力が前方に3分の1しか配置されないという不利を補うため、後部の2番手砲塔は左舷寄りに、3番手砲塔は右舷寄りにオフセット配置された。この配置により、 特に右側の前方社会をより大きく確保することが可能となった。しかしながら、無理な軽量化と手法配置を行ったために、長期の巡航に溶接が耐えられず船体が割れる問題が生じた。一隻は巡航を中断して、サンディエゴで修理を行わなければならなかった。加えて、本級はその構造上安定性を欠き、概洋での行動が制限されたため、 第二次世界大戦においては北海及びバルト海だけで活動し、通商破壊に参加することはできない戦略上の弊害が出た。本級は、軽巡洋艦、エムデンで培われた工業デザインをもとにして、旧来の姿から脱却している。本級の船体形状は還元の高い、朝鮮首労型船体を採用した。軽く、視野、甲板の傾斜のついた、 監視看板上に新設計の SKC25,925 年型 15cm60 口径速射砲3連装砲塔に収めて一番手砲塔を一機、配置した。環境構造は司令塔を内部に組み込んだ箱型の操打環境の両脇に船橋、ブリッジがつき、環境後部から上面に突き出るようにチューリップ型の短脚式の全部マストが立ち、 マスト上部に射撃砲位板室が、中部に単小灯台が設けられた。即居には、相打環境と全部マストの上部に、それぞれ一基ずつが配置された。環境の背後には日本煙突が立ち、左右の原則には、対艦攻撃用の50センチメートル3、連装魚雷発射管が一番煙突の左右と二番煙突の後方に一基ずつ、片元2基の計4基が配置され、 竣工後に位置と数はそのままに 53.3cm3 連装、発射管に換装された。本級は管型が小型であったために後部マストが設置されなかったためアンテナ線の展開のために2番煙突の左右に桁、ヤードがついていたが、竣工後に煙突後部にマストを追加した。後部構造の上には箱型の後部見張り所があり、その後ろに 対空火器として8.8センチメートル広角砲が棒立てのついた単装砲がで直列に2機が搭載されたが、竣工後に2番煙突の左右にも片元1機ずつ、計2機が増設さ、最終的に連装砲がで片元1機ずつ、計2機が配置された。後部甲板上には前日の2番3番手砲塔が、後ろ向きに背負い式配置で2機が置かれた。本級の主砲には、 新設計の SKC25925 年型 15cm60 口径速射砲を採用した。性能的には重量 45.5kg の砲弾を行角40度で初速 960m 毎秒で打ち出し最大射程 25,700m まで届かせる長射程を持っていた。この新型砲を従来の小型寿命館では 単装砲画が,が主体で、装甲巡洋艦の時代でさえ連装砲塔であったが、本級は、ドイツ巡洋艦では採用していなかった三連砲塔に、収めた。方針を乗せた砲画は三門それぞれが別個に上下、できる、独立砲画で、方針の不行能力は、行角40度、不角10度で、旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、実際は、 上部構造物で異界に制限を受けた。手砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分6から8発である。他に、対空兵装として全球に引き続き、フラック L451906 年型8.8センチメートル45口径広角砲を採用していた。 元は、耐水雷艇用の速射砲を、広角砲に改造した代物で、その性能は9キログラムの砲弾を行角43度で14,100メートルまで、最大行角70度で、最大射高9,150メートルまで到達させた。砲賀の旋回と浮上は、電動と人力で行われ、砲賀は360度の旋回角度を持っていたが、実際は、 上部構造物で異界に制限を受けた。不行は、行角70度、不角10度であった。これを、丸い棒立てのついた単層砲画で、春光寺は2機を搭載したが、後に4機に増加した。後の近代化階層において、新型の SKC32932 年型8.8センチメートル76口径広角砲を採用した。 その性能は9キログラムの砲弾を行角45度で1 7 2 0 0ルまで、最大行角80度で、最大射高1 2 4 0 0ルまで到達させた。砲画の旋回と浮行は、電動と人力で行われ、浮行は、行角80度、深く10度で360度の旋回角度を持っていたが、実際は、上部構造物で異界に制限を受けた。発射速度は、 毎分十五から二十発だった。これを連装砲まで二番煙突後方に、片言一機ずつの並列配置で、計二機装備した。他に手法をもってしても相手にならない戦艦と戦う、時の備えとして、水雷兵装を五十センチメートル魚雷を三、連装魚雷発射管に収めて、片言二機ずつの並列配置で、計四機を配置した。 あとに53.3センチメートルに大型化された。本級は設計当初では、従来の海軍型重油戦勝水艦艦6機と海軍型直結タービンを高速型1機と巡航型1機を1組として2組に軸推進の設計であったが、途中で航続距離の延伸のために新設計が取り入れら、新たに巡航用に、満車の W10V26。 33型4サイクル10機等ディーゼル機関2機1軸を中央軸に組み合わせたことにより、現在のコドウス推進方式となっていた。これにより最大出力は68,200馬力で、最大速力は32.1ノットを発揮、重油燃料タンクは最大1,350トンを搭載したことにより、カタログデータでは19ノットで5,700回リを航行できるとされた。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。